やーほーやっほーほほほほほほ今シルバーウィークに合いそうな絵文字を探しているのですがないです。これでいっか。そう、なんかイベントが始まったらしくてシルバーのやつが対象らしいです。ありがとうけいちゃん、伊藤さとしさん、嬉しい。それです。野良猫さん、結婚してはダメです。今の髪の色ベストじゃない。あ、わかるね、やっぱわかってくれるよね。本当にベストだよね。なんか青だけどシルバーだけどみたいな、なんかめっちゃいいよね。わかるよ、ね。少ししたらシルバーなのね。そう、でもちょっと青は楽しみたい。月曜の豚さん、小次郎さん、ありがとう。くまちゃん、かわいい。シルバーウィークなの忘れてた。いや、それな、本当に。ヤンさん、ありがとう。そして大竹さん、手元でドボンもやってます。トッポギさん、 TDT さん、ありがとうございます。今日も肌の調子良きだって。今日はあれですね、あの合唱の方のリハに行ってきたのでフルメイクしております。がっつりね。え、確かにシルバーウィークのこのキャンペーンのタコさん、まさに銀だこだわ。銀だこやばい、本当に銀だこやん。キツネさん、ありがとうございます。こんばんは。ラッコさん、ありがとうございます。こんばんは。なんかマッホにドボンで当たる人が多くて、なぜか私に当たらない突破隊も多かったりなんだりね。大竹さんにドボンで会おうとするとマッホに会うのはなぜだって。一緒にやってんの。あ、そういうこと。だからだるまのランキングの商品たこ焼きなんか、そういうことか。やっぱ銀だこでかけてる。ね、面白い。ゾウさん、東京1068さん、ありがとう。竹野ゆうき、結婚してダメです。レインボーさん、ありがとうございます。銀だこ、銀だこ、銀だこやばい。え、そう、また今回のシルバーウィークキャンペーン50万ポイントでシャインマスカットなんですよね。嬉しすぎるでしょう。やばすぎる。あの前回48粒ついてたミラクルのシャインマスカット、やばすぎ。あれ本当に美味しかった。私のあの時の食レポ見た人は本気で美味しかったの分かってると思いますね。ご主人様、結婚してダメです。けいこさん、ありがとうございます。銀だこ。こんばんはに。キャンペーンの写真のカニ、肉、シャインマスカットなん全部チャケちゃんやんってなった。え、もう指針。指針、ショールームイベント景品指針かな。やばすぎ。こんばんはに。やっぱあれだな、この歌ってきたからかちょっと喉に負担を感じる。仕方ない。シャインマスカットは熱いね、激熱だよ。あの配信見たのかわからないけど激熱ですね。こんばんは。ハッシーさん、結婚してダメです。私は喉飴舐めようかな。
大丸くんありがとうございます。タコ10個銀だこ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 、大優勝しちゃった、待ってヤンさんだるまありがとう、銀だこ銀だこって言ったら大優勝しちゃった。 UT ゼータさん大優勝ありがとうございます。大って勝手に言うのなんだけど、すごいありがとう、2分の1タワー分の優勝いただいちゃいました。大優勝です、大優勝しました、ありがとうございます。シルバーだから準優勝なのかな、確かにそうじゃないね、シルバーで優勝結構難しいわね。焼きそばさんありがとうございます。だるまちゃん、吉高さん結婚してダメです、結婚してとシルバーが飛び交うルーム、おもろい、ピンクとシルバーが飛び交っていますこんばんは、ピンクシルバーですまさに、にゃん、ちょっと私のど飴を取ってこようかな、今舐めた方がいい気がします。確かにピンクシルバー、ピンクゴールドはありそうだけど、ピンクシルバー聞いたことない、私はのど飴が欲しい、やばすぎ、この前の、うえ、この前の風邪の時に舐めまくったら在庫が2粒でも、もう1袋買ってあるので大丈夫。大豆さんのファンすごいよね、なんか間髪入れずに舐めようかありがとう、舐めとらさんもありがとうございます。そう、のど飴はね、ストックある、今の髪やとシルバーキャンペーンあってますね、ね、ブルーシルバー、いい色、マジで今いい色、テンション上がっちゃう、あ、爪変えました、パールのお皮の爪に1個だけワンポイントつけました、キャキャン、マイク手の方につけてみました、こうやってマイクを持った時に可愛いってなるように、あ、ドボンですそう、こう見える、で、ただのホワイトじゃなくてちょっとパールっぽい感じなので反射するの可愛いよね、すごい、ポチさんありがとう、 I love you って言われたありがとう、トマトモッチさん僕にできることさんありがとうございます、こんばんは、そう、爪もシルバーっぽい、なんか無難で可愛い、こうやって顔周りにあっても一色だから地味っぽく見えるけど華やかだよね、色が明るいから、うん、ね、綺麗に見えるよね、あ、銀だこだ、銀だこと普通のタコ並んでる
銀だこ銀だこ、たこ焼き食べたくなっちゃうね、本当にそう。銀だこの好きなメニューはちなみに普通の、私ノーマルが好きです。結局いろいろ食べたんだよ、でも明太なんちゃらとかネギなんちゃらとかいろいろ食べたけどノーマルが好きです。乗せないっていうやり方もあるんですよね、かつお節とかなんとかとか、何にもソースとかも何もなしっていうこともできるそうですよ確かね。でもスタンダードが一番美味しいです、結局。銀だこは8個があるよね、6個もあった気がするけど8個がベースだったっけ。余裕で食べちゃいます、お腹空いてる時は銀だこでも一口ですね、だから10口以内に食べましょう激発ですけど。あ、塩のみか、何にもないのは多分塩のみだな、私勘違いしてた。本当に食べたくなってきちゃった、やばい。え、待って、タコ入れないでって人見たことある？本当に言ってる？タコ焼きでタコ抜き？ハンバーガーで肉抜きみたいなことでしょ？やばいね。モジュンさんありがとう。え、タコ焼きのタコ抜き、まあでも美味しいよね、あの周りの出汁が香る皮が好きってこと？確かにたこ焼きじゃなくて焼きになるのか、たこ焼きのたこ抜きは焼きになります。明石焼きか、あーそっか。たこ焼きのたこ抜きで焼きだと思いました、違かった。ゆうちゃんありがとう、 I love you もありがとうございます。エリストさんありがとうございます。ユニーさんありがとうございます。シルバークマちゃんかわいすぎ、 I love you って言いながら今飛んでった。明石焼きも基本たこ入ってるよ、だってあれじゃあたこ焼きのたこ抜きはただの焼きだ。え、嬉しい、待って、ファンの人と会っちゃったね、いるよね絶対、すごいナイスタイミングですごめんなさい、相変わらず私の手元にドローが来やすいです。サイレントドボンマジで技術でしょサイレントドボン技術点高、あ、ドボン技術点高いって言いながらちゃんとドボンしました、素晴らしい、終わりました。しんちゃんありがとう、銀だこいっぱいありがとう、え、だるま祭りだ、ありがとうございます、嬉しい。明日発売の生写真、歌唱力の時着てたのとの色違いをね予約する、あれ本当に早く出てほしかった、私あの衣装を AKB の好きな衣装ランキングトップ3に入る、うんって思ってる、うん、から発売されるのはとっても嬉しいです。明日から発売の生写真が、あの音楽番組で来たっていうやつなんですけど、私のインスタのトップ画像とか歌唱力の決勝で着た衣装になるわけなんですけど、マジで可愛いので、歌唱力で来た時は紺の、それこそこれです、この髪の毛色ベースの方を着てたんですけど、もう一色の白ベースのこの青が入ってるっていう衣装を今回着させてもらって2パターン着れたので、ぜひ
私の生写真をお迎えしてください。お願いします。875日連続配信もありがとうございます。コウミさんありがとうございます。 I love you。 江川さん、ロックさん、ゼロファイターさん、ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。お疲れみんな疲れてないですか？私は歌と頭が疲れました。声と頭が疲れたところです。今日は勉強しなきゃっていう曜日とかじゃないので、もうやることはない。あとは喉は目覚めて、ゆっくりお風呂に浸かりながら音楽を聴いて寝るだけかなと思います。握手会の決済も来たからやっときました。最高、ありがとう。こんばんは疲れてます真顔だって。金曜日だもんね。金曜の夜って何とも言い難いですよね。なんか花金はっしょいって言って、まあ飲みに行ったりとか、ハッピーに捉えることもできるけど、一週間の疲れがどっときてってなる方もわかります。ね、金曜日難しい。どっちと行くか、どっちで行くか花金ワッシュしても家に着く頃にはもうやばいです。抜け殻のようになっております。でもちゃんと脱皮した方じゃなくて、脱皮の皮の方みたいな感じでね、抜け殻、本当の抜け殻と化する。世間は3連休ということは、私もさっき切りましたよ。疲れて寝落ちしそうです。だって私も気抜いたら寝そうですやばいです。あ、ライマロくんですか、ありがとうございます。嬉しい、I love you くまっちゃん。お、シルバーウィークキャンペーンのやつがペロリンって、すごい、15,186ポイント、短時間でありがとう。あ、違う、21,000になった、変わった。なんかランキング上がったんだけど、見た、みんな今一緒に見た、変わったよ、ポイント数と順位が。2万ポイント超えてた、もう21,765ポイントと、だるまさんが転んだ33位だそうです。すごーい、盛り上がってますか。これは盛り上がり指数高め すごい、これ今回のやつって20、30、50だっけ。今資料見ようと思ったんだけど、ドボン中で開けなかったわ、大変だ。夢はシャインマスカットだけど、シャインマスカットまでの道のり長かった、びっくりした。まるちゃん、三千院なぎさん、ハーブのダメさん、あ、銀だこですね。ひでさん、しんちゃん、やんさん、ありがとう。マウスさん、餃子のポーチさん、ありがとう。だるまさんが転んだ、こんばんは。レモンサワーあげるよ、もらいます。20、30、50か、3段階だ。でもみんなが言ってた、カニとお肉とシャインマスカットは茶けの配信を見てるってその通りでした小次郎さん、茶けの雪、龍兄さん、ありがとうございます。
金曜夜の会社から帰ってる時の足取りが一番軽い。それはそう、本当にそう、マジでそう。突破隊の方と対戦中はドボンかな。私は突破隊の方にまだあれ以来会ってない、さっき以来だが、しかしドボンはやっています。橋本直也さんありがとうございます。だるまさんが転んだ、はっしーさんありがとう、ハーブのだめさんもだるまさんが転んでます。こうやってさ、だるまさんが転んでるんだろうね。え、これ違うのかな。このエフェクトはさ、だるまさんが転んでるんだよね、きっと。だるまさんが転んだっていうエフェクトだと思ってるんだけどね、シルバーだるまの動き、エフェクト切ってる人もいるのかな。銀だこが歩いてくるのはただのもう銀だこでしかないんですけどありがとう僕ひできえことさんあ、これこれ、だるまさんが転んだ、あら転んだ転んだって、あ、これ転んでるよね絶対、だるまさん転んでますよね、転びまくってる、コロ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 転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんがっていうえ、みんな気づいてなかった、これ。え、ニックさん、ヤンさん、財布さんのファンさん、ハーブのダメさん、足元ダメさん、ありがとう。転んでるよねこれ、ちゃんとほら、そう、だるまさんがで回転してきて、転んだで止まって、まただるまさんがっていうエンドレスになるようにできてる、すごい転んだ、だるまさんがっていうね、こういう動きになってたらしい。銀だこもありがとう、ハーブのダメさん、こんばんは。どこまで読んだかな。モットンさん、モッチーさん、ありがとう。餃子のポーシさん、大阪の山ちゃん、豊かさん、しんちゃん、転がってますみんな今日はだるまさんが転んだしてるの、確かにどんな流れって思うよねそう、このシルバーだるまさん、だるまのこのエフェクトって絶対だるまさんが転んだしてるよねって話をしてました。ゆきんこさん、優勝ありがとうございます。シルバーの優勝なんかかっこいいですねこんばんは。このギフト止まれてなくて全部アウトでさ、確かに止まろうとして止まってはない豊さん、ハートありがとうございます。本当だ、あ、止まってるよ、止まってるって、絶対一瞬止まってるよ、今止まってたよ、ヘンリーさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。内見の子供だるまさん転んだとかするのかなってね、わかんない。私の時代まではだるまさんが転んだしてたけど、あ、転がってった。アイマロくん、ルルドさん、ありがとう。一瞬止まってたよね今ちゃんと転んだ、コロコロコロって行きました。あ、ファンの方 いました、イチオシさんがちゃんとドボンいましたよ。ショールームも重たい、あ、本当？ショールームも重いの一体イベント関係じゃない、違う。星がないのはみんな慣れましたか？あの、星がなくなった件に関してはみんな慣れました？慣れたか？早いね。あ、すごい、ファンの人ドボンしてた。こんばんは。更新かけまくって、本当にそんなやばいんだ。珍しくショールームが重いなあなあ、慣れた、超楽。あ、そうなんだ、星集め行かなくていいからほんと楽だね。確かに話を聞けるよね。
ジュンポンさんですかね。結婚したらねダメですね。ダメです。年上で星集めしに行かなくていいから見やすい。だよね。って話途切れちゃうもんね。なんかその前までに話してた内容何なんだろう。なるもんね。3時までのミッションやるのを忘れちゃうって人とゲーム系のログインボーナスかな、強いから慣れっこですっていう方とそれぞれいますね。確かに3時までって結構難しいかもしれない、時間帯的に。ルートさん結婚してダメです。渡辺三郎さん結婚してダメです。はい、ダメだす、ダメだす、ダメだす、アメダスみたいな感じでダメダス。で今日やばくなかった？昼、昼のゲリラ豪雨みたいな雷みたいなに直撃した人なんですけど、今日関東やばかったとか東京やばかった。東京の中でもやばくなかった場所あるのかな。何時頃だっけ、昼過ぎ3時前に2時過ぎぐらい、本当に雷も雨もやばくてとんでもなかった。うん、宇藤さん結婚してダメです、ダメです。ダメだす、雨だす、雨だすで急に思い出しちゃった。新幹線も止まってたんだ。本当なんかさ、電車が結構遅れてるとか言って帰りの時間帯まで結構影響ありましたね。ダイスさんのファンありがとう、銀だこ。渡辺三郎さんありがとう、タコ10個。雷鳴でしたね、拳大丈夫でしたか。だってあの日はってやった瞬間落ちたかもしれない。やばすぎ。それはだいぶ丸焦げですけど今。最新型ポンコツさんいい名前ですね、素晴らしい。結婚してはダメですけど、配信型でポンコツってなるとなかなか難しい。おー、いいですね、とてもいい名前です。初めての告白で振られました。あー、すいません、初めてでも2度目でも3度目でもぜひ試していただいて、結果は変わらないと思いますが。ひどすぎ。さっき元気そうでよかった。だいぶランチに行った人が悲惨な姿で帰ってきた。あ、今日でしょ。そうなのよね、なんかとんでもないぐらいにね、屋根があるとこ、駅とかのその屋根があるところに人が溜まっていて、人が溜まっていてって言い方が正しいのかわからないんですけど、なんかもうみんなそっから出られないって感じでした。タクシー乗り場とかにめっちゃ人集まってたけど、そんなタクシーも来るわけもなく、結構なんかどうしようもない状態になっておりました。コウミさん結婚してダメです、何度でも何度でもダメです、ごめんなさい。断るけどぜひって、とんでもない人ですね。ダイスさんのファンさん結婚してダメです。人が溜まってる言い方悪かったわ。確かに。なおさんありがとう、だるまさんが転んだ、ほじんありがとう。あっ軽い謝り方。
だんだん軽くあしらわれるようにダメですさせんみたいな謝り方、ダメですダメですって言ってたのが、最近いろんな人から一日に何回も何回も求婚されることによって大竹ひとみさんの断り方がダメですから、あ、ダメです、ちょっとお先失礼しますぐらいの感覚で、あ、ダメですなってきました。良くないですねそれでいいよ、なんでいいよなの、良くもないですけどね、いいんですかね、ダメダメです、ダメダメです、もうやばい、すごいドボンみんなやってくれてるんですね、いいですね、ありがとうございます省エネか、そう丁寧なダメですから省エネになりました。お付き合いできる権利はありますか、だってちょっとこれやばい手抜きは草です、手抜きって言われちゃった、なんか慣れと手抜きは話が違うよ強いんです違うな、違うんだよな そうだよね、ドボンはなんかでもこう運だよね、遭遇するの時間合わせじゃなかったら運だろうなって思います。ドボンで片手下がってるからしょうがない、あ、わかる、やっとわかってくれましたか、そういうことなんですね、サイレントドボンでございますこんばんは、てるゆきさん銀だこありがとうございます、銀だこです、素晴らしい銀だこです本当に銀だこは食べたくなってくる、最近でも毎日食べ過ぎているんだよな、本当にやばい、やばい、本当どうにかした方がいいわ。ゆたかさん I love you くまちゃんありがとうございます、最高、嬉しいです、かわいい、ありがとうございます。そしてタクシーは今ドボンしました、どんちさんありがとう、ハート、これ銀だこ、なんかそう銀のシルバータコさんって思ったんですけど銀だこでした、ただの夜ご飯たくさん食べた、みんな聞いてくれ、サイゼリヤ食べ放題いや食べ放題なんてないです、はい、残念ながら食べ放題なんてものはないので、サイゼリヤで食べたいだけ食べて帰ってきた結果眠い、めっちゃ眠いだす今日リアルに2ヶ月ぶりくらいにマック行ったらうますぎてビビった、本当ですか、私この期間に月見バーガー2回食べてますけどやばいな、助けてください、ジャンキーな生活、あ、対戦ありがとう、だってこちらこそありがとうございます、そう眠そう、イエス、今日は、小エビのサラダ、そして、辛味チキン、チーズたっぷりミラノ風ドリア、ティラミス、以上のラインナップでした、結構パンパンです、辛味チキンの一人で行くことあんまないので、絶対ここでは私サラダとドリアとデザートとか、デザートかける2とかあるんですけど、辛味チキンは4ピースついてくるのでね、結構重かったですね、はい、ケンタン月見ツイスト絶対やばいな、
それやばい。渡辺三郎さん、 I love you くまちゃん、ありがとう。よし、チョコラブさんもありがとう。皆さんやっほー。 SA01A01 ですかね。もうさすがだよね、本当にバイトできる私も、私ももだよ。もうそれは共犯です。トレーニングとジャンクフードの二刀流。そうです、ジャンクフードを食べるためにじゃあトレーニングするということで、私の父と同じやり方です。私の父は甘いものを食べるためにトレーニングをしていると、この前言っていた通り、はい、お菓子を食べるためにトレーニングをしてるんだっていう人がいるのであれば、ジャンクフードのためにトレーニングをするアイドルがいてもおかしくはない。ヤンさん、銀だこありがとうございます。ケンタの月見がめちゃめちゃ美味しいらしいな。いいな。あ、すごい、29,912 ポイントありがとうございます。すごすぎ。すごい、順位16位とかになってるけど、シルバーだるま祭りすぎんか。ありがとうございます、嬉しい。シルバーだるま祭り、最初ね、そう50位くらいだったのに、シルバーウィークポイントがもう3万ポイント近くなってるのと、だるまさんが16位になりました。ありがとうございます。わかる、我慢するより体に良さそうってコメントがあるけど、なんかダイエットをしなきゃって思えば思うほど割と太るけど、なんか食べたい時に食べたいもの食べてると割と普通でいられる。でもちょっと最近腹に肉ついてきた気がしてやばい。何なんだろうこれは、これは何なんだろう。腹筋とかやってるけど、多分トレーニングの量と食べる量が合ってないんだろうな。食べる量が圧倒的に上回ってしまっている。トレーニング量が少なくて。でも何がやばいって、この前風邪ひいた時1週間ぐらい何もできなかったから、走れないし動けないし咳込んじゃうしっていうのがあって、そう1回休んでたからさ、その期間に太った。やばすぎ。頑張ります。ライラックさん、小次郎さん、渡辺三郎さん、ありがとう。気のせいで、うん、気のせいだよね、うん、気のせいだっていうのも、洋服がきついとかなってないからわかんないんだよな、これが問題だ。そう、これ結構問題で、衣装が入らないとか洋服がきつくなったのって自覚があれば痩せようって思うのに、なんかそう思ったことがあんまなくて、今までこう人生で、それのせいでね、本気で痩せなきゃって思わない。まあでもいいか、現状維持なんで現状維持でいいのか。うん、ぴょんさんありがとうございます。だるまさんが転んだ。気のせいです、あれ。休んでた期間の筋肉戻すために今食べてるから問題なし。あーでもそれはあるよね、それあるって言うよね。そうなんですよね、ストレス太りとかもあるあるよね。そうそうそう、ストレス太りってあれ何なんだろう。やっぱストレスって食べちゃうからストレスで太るってことなのかな。そうだよね、いつもと変わらない食事をしてるけどストレスが溜まることによって脂肪になりやすいとかあるのかな。いや私それわかんないわ。ストレス太りってストレスによって食欲が増すから太ってしまうのか、それとも変わらない食事をとってるけどストレスのせいで脂肪をなんかがつきやすく体質的になってしまうのか、どっちなんだろうね。寝不足とか過食とかやっぱそういうことだよね。何も変わらないけど取り込みやすくなるっていうよりかは全体的にストレスで変わっちゃうってことだろうな。あ、気をつけよう、気をつけまーす。今のところ大竹さんはストレスないです、ほぼ。まあでもなんか全くストレスないっていうのもあんま良くないみたいですよね。
ある程度のストレスっていうものはなんかこう大事みたいな言うけど、なんかこうよろしくない、嫌だなっていう過度なストレスは今ないです。私 AKB48 かわいい2023最強さん、ありがとうございます名前が最強です。ストレスフリーで行きたいね、行きたい。でも今割とストレスフリーだわ。たけさんがストレス感じるときどんなときだって。逆にストレス感じるときは、思い通りの行動ができなかったときなので、でもそれは予定が合わなくなったって意味で、あの思い通りの行動ができないというよりかは、私の場合は例えば明日の夜ピザ食べるって決めとくじゃないですか。で明日の夜になった時に何らかの理由があってピザじゃなくて、じゃあなんだろう、焼き魚とかなんか極端だな、和食になりましたって言われたらストレスを感じます。もう私昨日の夜からピザの口になってた、ピザの頭になってたのにいきなり和食って言われてももう切り替えられませんこれが一番のストレスかもしれません。小野潤さん、銀だこ10個ありがとうございます銀だこ下田直也さん、僕にできることさん、ありがとうございます。それ私もめっちゃわかる。嫌だよね。やっぱ嫌だよね。そう、食べたかったのにってなるのめっちゃストレスです。そうそうです。なんかハンバーガーのつもりでいたのにピザもう嫌なの。ピザは好きだよ。もう365日食べられるものはもうピザかもしれないぐらいには好きだけど、なんかそのさっきの例で言うと、そうピザの予定が和食も嫌だけど、なんか真逆じゃなくてもだな、洋食の類で言ったらオムライスがハンバーグとかも嫌だし、和食の中で言うとなんだろうな、和食ってでもあんまこうレパートリーが出てこないけど、食べ物なんですよね。そうピザの口になるタイミングが早すぎるよ。そうそう、前日からもう用意してあでもそれはもしかしたら私が朝ごはんを食べる習慣がないのはあるかもしれない。そう、毎日朝ごはんを食べる習慣がないから1日1食か2食っていうことを考えると次の食事を考える時点でも翌日の夜になるのよ。そう、翌日の夕方から夜のことを考えるのが次の食事を考えるからタイミングだからしゃあない前日から用意、口の用意ですあー、行こうと思ったお店が定休だったり休業だった時のストレスやばいね。定休日とかさ、なんかこう調べてネットに載ってたりとかするけど、行ってみたら臨時休業とかさ、いや悪くない、うん、お店は悪くないよ、休業日も必要だよねって思うけど、ストレスわかります。すごくわかるその例え。あれお水なくなっちゃった、開けなきゃ。休業日はやばいよね。私もあったな、前なんかの時ご飯系だったわ。それも特になんか観光地とかだとがっかりしそう。普段の、あのご飯でもがっかりするのに、もう観光に行くなんていうのはリベンジするのがもういつになるかわからないから、観光地で休業日だったらちょっとがんないかな。チョロンコさん、ありがとうだるまさんが、これだ、ここまで読んだかな。うわ
やばすぎ。何それ、待ち合わせに遅刻してきたやつがコンビニの袋とか持ってた時、それはストレスです。すごい、なんかみんなストレスエピソード結構ありますね。それはもう大ビンタ、大ビンタですか。もうそれはやばいっす、もう爆発です。おいおい、そのコンビニ袋はなんだね往復ビンタやばい。せめて隠せ、わかる。え、どうなんだと思う、それ。さっき買ったと思う、昼とかに買った袋を下げてると思うね、昼とかじゃない。あー、でも違うんだよね、わかるよね。さっきもらってきた袋だろっていうシワのなささっき袋に詰めてもらって今下げてきただろというような、その袋のシワのなさやな。それでわかるんだわやばやばとか言って、遅れちゃったからお菓子買ってきた、あーそっちかみたいなね。うん、遅れちゃった、だから遅れちゃうと思ったので一刻も早く着く方を考えてくれる人の方が私は人付き合いとして好きですね。あとはなんか相当遅刻をするのであれば、なんかお菓子、遅れちゃった分のお菓子を買うのであれば行くお店のデザート分払ってほしいですいいですけど別になんか。大好きな唐揚げ屋さん3回続けて休みだったことがある、神が食べるなと言ってる。あー確かに3回続けてはなんかお告げかしらって思う、食べたらもたれるとか決まってるのかしらって思いそうです。多少の遅れはもう諦めてコンビニ寄ったやつ、あ、そうだと思います。さっきの話はね、ほんとよね。あ、自分が悪いんだけど忘れ物をするとストレスになる。あ、本当ですか。じゃあ私と一緒に荷物たくさんのバッグで行動しますか4次元ポケットのような私の荷物と同じように行動すればきっと忘れ物はない仕事だと思って1時間かけて行ったのに休みだった、それはびっくりするわそれやばいです、それはきついな。でもそれだけ仕事で頭いっぱいなんだろうね。今日は寝れるって日に毎回仕事の電話で起こされたのはストレス。あー確かにね、こっちは休みなはずなんだけど向こうはさ休みとか関係なくかかってくるようなパターンもあります。遅刻癖がある人と待ち合わせをするとき集合時間30分早く伝えます。やばすぎ、ただ教科ですいや、岡田里奈ちゃんから聞いた話によるときょんちゃんに集合時間1時間早く伝えてたことがあるそうです。1時間だから1時間早く伝えておいて1時間遅れてきたことがあるとか言ってて面白かった、やばすぎです。でね、ほんと私は好きなお店を見つけたらすぐ閉店かなになる。だから友達が好きなお店見つけて見つけないでって言ってる。あ、ほんとやばいねそれ。自分がここお気に入りって思ったらすぐ閉店になるのちょっとやだわそれはおもろ、このストレスエピソード聞くのはちょっとおもろい。結構なんだこれ。ボイドさん、ヒデさん、ありがとうございます待って、3000大喜利指数きた、やば、え、すごい。待って、今日のみんなのストレスエピソード聞いてたら盛り上がりのこれが3000いきました。素晴らしいです。大喜利ではない事実をみんなで話してるんですけど
初めて3000ストレス突破ストレスじゃないけどはい、約1時間配信して今回は3000超えましたで1時間早めて伝えて1時間遅れるのは世界観インドすぎるっていうコメントがもうやばすぎる。でもなんかさ、そういう時間にルーズな人って分かってる上で付き合いがあるとか、あとはなんかお互いルーズだったら別にいいですけどね、そういう世界観で、うん、動いてるならばいいですけど、割と日本ってこうなんか分刻み秒刻みで動いてる人が割と多いじゃないですか、仕事に関してもね。だからちょっと合わなかったりしたら大変でしょうなと思いますね。みんなストレスを抱えながら頑張ってるんですよね。だってね、頑張っているのがこう上の3070という数字に出ております。まあまあ発散方法人それぞれだと思うけど、うまくやっていきましょう。インドはその日なら OK、 おもろい。ドラさんルーズな人多そう、どうなんだろう。ノンサムワンコさんありがとう、ハート。ルーズ、確かに私割とこうルーズ派だったんですけど、学生時代とかにはなんかこうルーズな方だったはずなのに、 AKB に入ってとかこの同期とあの仲良くなって、私が別にルーズな方じゃなくなったのには衝撃ですね。うん、そう、ドラさん一番チャケが時間に余裕を持って動いてそうに見えてしまうの、草ってバレてね。関東だけ時間に追われてる気がする。そうだね、特に関東というかもう東京だよね、東京中心部一番追われてる。なんか関東のこの東京に向かってこうあの時間に追われてる、なんかこう色合いが変わってグラデーションが黄色から赤にこう変わっていく感じ。そうよ、千葉の海側とか行ったらゆっくりかもしれないじゃないですか。ね、社会人になると遅刻って一番評価下がる。いやそれはそう、マジで本当に良くないと思います。はい、あ、それは一個人の、一社会人大人としての意見はこれですなんですけど、まあ、なんかそういう人と思っての友人としての付き合いがある人に対してはそういう風にはもう何も感じないで、どうせ来ないからっていう体で進めていますそう、そこはもうなんか割り切っての付き合いがありますね。あら、え、すごい、36,349 ポイント初日からありがとうございます。そして14位までだるまさんが上がりました。だるまさんが転びましたじゃなくて、14位にだるまさんが上がりました。ありがとうございます。かもちゃんありがとう。ずんたわさん結婚してダメです。こんばんは。すごい、14位転びました。あ、転んでいる、みんなありがとうございます。ゆきんこさん、たかひやさん、だるまさんが転んでおります、ありがとうございます。今
今日は私の胃の中がめちゃめちゃサイゼリアのチーズたっぷりミラノフードリアで満たされている状態のネムネム配信をしていたんですけれども、途中から皆さん あのストレスの原因は何ですかっていう謎のお題のもと話してったら、割となんか共感するものもあればそんなこともあるのっていう話などをして、マジで金曜の夜にあの居酒屋であのビール飲みながらただ語り合った夜みたいになっております。はい、ガチのただのそれストレス発散になりました。これが発散になってればいいですけどね。マジで金曜の夜になんかちょっと愚痴などを聞きながらお酒を飲んでるあの時間になりましたけれども、はいそんなこと言ってたらちょっと58分になってしまったので、そろそろ壇上読んで終わりにします。大竹ひとみさん、ちょっと眠さが限界なのでお風呂は入ってちょっとすっきりしようと思います。楽しい夜でした、ありがとうございます。私も楽しかったです。なおたんさん、ありがとうございます。だるまさんが転んだということで壇上読みます。おもろい。13位ザイスさんのファンさん、ありがとうございます。12位橋本直也さん、ありがとうございます。11位ポチさん、ありがとうございます。10位ヤンさん、ありがとうございます。9位ゆうちゃん、ありがとうございます。8位ゆたかさん、ありがとうございます。7位こうみさん、ありがとうございます。6位こじろうさん、ありがとうございます。5位おのじゅんさん、ありがとうございます。4位違う、4位渡辺三郎さん、ありがとうございます。3位しんちゃん、ありがとうございます。2位ライマルくん、ありがとうございます。そして1位はユーティーゼータさんでした、ありがとうございました。あれってなった一瞬、エラー、眠くてエラーが起きました。壇上読んでる間にオートにしてたらバーストしています。私最後にバーストして終わっていました。残念、残念でした、ありがとうございました。お、最後に誰か当たるかしら、行ってこよう。おやすみなさい、また明日また明日、バイバーイ、おやすみ。